この議論の総括の案の本文のところに関しまして、今事務局の方からそれほど長い文章ではありませんので読み上げていただきますので、どうぞご一緒にご覧いただくようにお願いいたします。原発事故早期から福島県が占領把握、疾病把握を県民健康管理調査として開始したことは、個々の健康状態を把握し、また将来にわたる健康増進につながる観点からも評価できる。現在得られている事故に関するデータからは、福島県内外において確定的影響は認められていない。また他の要因による発がんの影響を超えて、放射線による発がんリスクの明らかな増加も予測されるほどの被曝線量は、年齢階級や性別等を限定した集団であっても確認されていない。このいろいろですね、総括がいろんなことについてなされているわけですけれども、6ページのですね、福島県外を含む今後の健康管理の在り方ということにつきましてですね、現在その被曝後の確定的な影響は認められていないと、それから現在の状況はここには述べられているようですけれども、私どもずっとお願いしてました、その県外につきましてはですね、福島県の県民健康管理調査では十分対応できない部分があるので、国の直轄事業でやっていただきたいということをずっとお願いしていたわけですけれども、このことについてはですね、特に国の関与についてこの文章にはっきり書かれてはいないと思うんですが、このことについていかがかなということと、あとデータもですね、一元管理が必要だということはあるんですけれども、それ以上踏み込んだ表現になっていません。今木田先生からご指摘がありました、内容に関しましては参考資料という形で、この本総括は先ほどからたびたび申し上げてますように、木田先生のご説明の資料ということも全部含まれております。データの一元管理のところについてですが、7ページの最後の終わりのところに、丸2についてですね、国はこの健康管理の全容をしっかりと記録に残すということで、これは健康管理調査の結果データ等を含めた健康に関するデータの記録というふうに位置づけをしていただきたいと思っております。そういう観点からいきまして、2ページ、健康管理の基本方針3丸目でございます。健康管理調査の目的を達成できるよう、今後とも占領把握を第一線とした上で、それらのデータをこれは国が一元管理するべきであるというふうに、書き換えていただきたいと思っております。ご意見拝聴いたしました。他に何かございませんか。以上の状況を踏まえているところの下から、4行目ぐらいからですが、現状の結果、現状や結果のいずれも評価すべきものとして捉え、ということで、その途中のヒアリングに際して、専門家というか、参考人というか、そういう方々からお話を聞いたわけですけれども、ここの場でそれは非常に評価できると、素晴らしいというような意見が出たという記憶は私ないんですけれども、どうしてこういう言葉が出てくるのか。それから、その次の行で、結果をより有効で意義あるものとするためにどうしたらよいかという問題意識に立った上でっていう、だからそこがそういう評価が出てないのに、どうしてその延長線上でやるという、そういうロジックになるのか理解できません。今のご意見なんですけれども、評価すべき、確かに素晴らしいというご意見は残念ながら出ませんでした。しかしそれはそれの一つとして評価すべきだというふうには考えております。アプレシエーションがなかったということは確かに事実だと思います。そのことは私も後で述べさせてはいただきます。ですから特に素晴らしいというふうに高く評価するということが言い過ぎであるかどうかということに関しましては、これはやったことに対しては私は素直に評価すべきだというふうには考えてはいます。でもし有識者の意見からそういったようなものが出なかったとすれば、その中では私自身はある一定の評価をしているというふうに解釈をしていただいても結構です。田中です。今のですね、やはり1ページの下から4行目、
大局的視点に基づいた提言も含まれており、本総括としては提示されたさまざまな意見として幅広く記載することとしたということで、特に福島県市会の木田先生の意見についてですね、ほとんど記載されてないんじゃないかというふうに思うんですけれども、どこに記載されてるんでしょうか。申し訳ないんですけど、最初から再申し上げました。議論の総括ではなく、この木田先生がご提示いただきました説明資料すべてがこの総括の案です。ですからこのままご提示いただきましたものに一切手を加えることなく、そのままここに書いてあります資料を一緒につけた形のものが、これが総括の案です。だから参考資料としてつけて、本文にはその趣旨が書かれてなくてもいいということなんですか。これをすべてまとめた形で、この参考資料も含めてすべての有識者のご意見として合わせて、こちらには総括の案として出させていただいており、その後でこのすべてをもとに規制委員会として提言を作成させていただこうというふうに考えております。日本医師会の畑中です。もう一度先ほどの質問に戻りまして、平成24年10月31日現在の福島県の健康管理調査のですね、回答率とか、結果の通知の比率が出てます。いわゆる全県民205万6994人に対して回答率が 24%、 それから線量の推計率がその 49.4% で、通知率が 25.5%、 それで結局全県民に対する調査対象者全員に対する通知率が 5.9% です。だからやったことが意義があるんじゃなくて、結果アウトプットが出てこなければ意味がないわけで、だからそこのところはシビアに評価しないとおかしいんじゃないでしょうか。意見として拝聴いたします。議論の総括にどう反映するんですか、今の言葉を。両論併記みたいな形になるのかな。両論併記というのはですね、県民健康管理調査は十分行われたという、この本文からですね、そういう印象を受けるわけですけども、私たちにするとやっぱり不十分な部分があるんじゃないかなということをずっと言ってきたわけですけども、結果は評価しつつも不十分であるということも含めたこういう総括というふうに捉えてよろしいんですか。それを明記しない。そうです。総括のところですけれども、今大鶴先生と小笹先生、木田先生のご意見がございましたので、事務局の方でもう一度このちょっと文章そのものを少し書き足すところはちょっと 2,3 行ぐらい、あるいは書き足していただいてですね、時間の関係もありますので、できましたら再度3名の方に送らせていただきます。でその段階でできましたら、この資料の方は申し訳ございませんけれどもお送りすることができませんので、それで、総括の案を取らせていただきたいと思っております。ただいま申し上げましたように、この総括の案の原稿に関しまして再度メールでお送りさせていただきますので、その形のものをまた原子力規制委員会の形で提示させていただきますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。